ック。今は寝てるよ。熱がひどいけど。何してたのよ、サック。あなたがついてながら何してたのよ。ごめん。お姉様のことはサクのせいじゃないのに。これからどうするの？早く元気になってくれればいいんだけど。今日一日って、でもそれじゃ。成し遂げられないことの方が何倍も辛いんじゃないかな。愛はずっとお姉様のそばにいたからわかるんだよ。お姉様は今年のテレビナに自分のすべてをかけてた。ねえ、サク。あなたは、お姉様の味方でいてくれるって約束したよね。なら、今、お姉様の味方として、愛とサクはどうしたらいいんだろう。愛は、お姉様に心配させたくなくてここに戻ってきた。サク、あなたを信じていたから。時でもお姉様を守って、
お姉さまの思ったようにさせてあげる。そしてお姉さまが思ったことが実現できるように、愛ができることは全部してあげるのが味方なんだと思ってたの。でもお姉さまのやりたいようにさせてあげることはお姉さまを傷つけてしまう。お姉さまを大切に思うなら止めることも必要なのかもしれない。それがサクの考えてることだよね。ねえサク、同じ味方同士として聞くけど、もし今お姉さまが目を覚ましたとして、お姉さまは絶対テレビナの続きをしに公園へ向かうと思う。サク、あなたはそんなお姉さまを止められるの？難しいよね、味方でいるのって。サクを信じるよ。約束したもんね、サクは最後までお姉さまと愛の味方をしてくれるって。後のことは任せて。だから
お願い。悔いのことはご心配なさらず。我らはそなたのお宅へとお運びいたします。この格好がお気に召りまするか。すまぬ、濡れても乾く彼の方々とは異なるゆえ。なれど、わらわが濡れておっても風を吹くのはわらわでは空ではありませぬ。そなたには申し訳ありませんが、わらわが風を吹く前にお宅へお送りすれば悔いには移りませぬ。どうかそれで納得してはいただけませぬか。頼もしい援軍も到着いたしました。おなごの矢腕でも二人おれば。のう、罪殿、そなたの嫁殿、わらわたちは責任を持って解放いたします。ならば、そなたはなすべきことを全うなされます。未練は前へ。ノー、承知いたしました。何です？さすがはさくらさん。
お姉様。めかけ。そうだ、今日は何日だ？何日の何時だ？出かけ。ミッドラよ、そなたとてお止めしても無駄だということはご承知でおられるでしょう。でもそなたと同じくわらわもまたこの娘子のことをよく存じ上げております。口を叩いておられるお暇は終わりかえ？お着替えなされ、今日という日が終わってしまいまする。いいのかお前、これはさすがに。病み上がりはあまりおしゃべりにならぬが美徳というもの。けどな、誕生日のことといい、お前、もしかするとお主人ちゃんのこと。バカだな、お前。本当にバカだ。今日お主人ちゃんは私に答えをくれる。
さようですか。それがどういう答えだとしても、私はそれを受け止める。ごめんな、コノ。何を謝られるか。私が先だったことだ。それこそ、何を謝られるか。お前らしいな。そなたも。もし、ダメだったときは、この。ダメだったときは、などと、口になされるとは、そなたらしくもない。らしくなくてもいい。お前には、ちゃんと伝えておきたい。そなたのことです。いずれにせよ。それは雲が晴れたらのお話なのでしょう。そなたがお選びになられたやり方の是非は問いませぬ。なれば、そなたには酷ですが、今日一日ではとても。自分をごまかすな、コノ。お主人ちゃんが。任せろと言ったんだろ。なら大丈夫だ。お前だって本当はそう思ってるくせに。本に。みんな、わらわの心見透かしおる。ありがとう、コノ。では、わらわはここまでです。見ていかないのか？6月の21日が終わりとなるまで、まだ1時間近くありまする。ならば、今は双子座の期間。まだまだ、そなたらお二人の時間です。そうか。ええ。では。
だから小人は言いました。秘密の言葉を唱えました。主人ちゃんは頼もしい。大丈夫。他の誰が失格だと言っても、他の何に失格しようとも、私はあなたを認めているから。さよなら。小人が魔王の真似をして杖を振るうと、なんとみるみる霧が晴れていきます。Thank you.
伝説？なんだかとても嘘っぽい響きだが、どんな話だ？星座にまつわる話なら私もそれなりに詳しいと豪語させていただいております。なんと六星のことか。なぜ必死なんだ。わかった。星座なのか。それはなんていう星座なんだ。誰も嘘だなんて言ってないが。で、その不作座はどんな話なんだ。流れ星？追いついたらどうなるんだ？どんな願いも。6つの星というのに意味はあるのか。そうか。主人ちゃん、あなたの答えを私にください。
落ちた杖は根元からぽっきりと。するとどうでしょう。